なんとあの車に試乗することができるチャンスがやってまいりました。大丈夫なんだろうか。いや、久々に面白い車乗りました。最高。 B103 に昭和43年モデル。サニー今ないのか。カローラとサニーっていうのが日本ではもう大衆車ですね。みんなが、買える車、乗ってる車だったんですけども、それの日産がサニーで、トヨタがカローラだったと。でこのサニーなんですけど もうこれ室内も広いし最高みたいなコマーシャルやってたような気がするんですが、こんなにちっちゃいです。どんなに小さい車かお分かりでしょうか。こうかな。しかもこの車はエンジンが、見てください、いません。なんとフロントはプッシュロッドタイプのサスペンションになってます。ロッドで押されてダンパースプリングに、行くと、それが強固な場所についているとというのが、まあ結局ねスペースがなくてこうしたんだっていう話だったんですけども、じゃあエンジンはどこにおるのかと、ここです。トヨタです。ターセルコルサとかあの辺の 1.5 ターボ、これはなんでこんなもんですけど、なんでこれを作ることになったんですか。もともとザウルスで使ってたエンジンをクラッシュして壊れちゃったん でこれを持ってみえて街乗りで使おうとしてたんですけど、これが始まったんでハコディが、それでこれにしちゃおうと。二度と降りないですこれ。なんで溶接しちゃってるんで、エンジンというかフレームをしたの。あそんな作り方してあります。要するに、フロアに穴開けて、はい、下から入れて、下から全部マウントごと入れて、はい、で蓋しちゃったと。蓋したっていうか、もう固定を溶接しちゃってるとか、はい、タービンまでは変えれるらしいです。あタービンは変えれるらしい、らしいです。あこれかプラグも変えれるけど大変だね。GTR のタービン、ここにインテークがある。何馬力何馬力なんだ。280ぐらい。280馬力。車重は700ぐらいじゃないかな。窓よいしょよいしょ。これ難しいの。これだけです。およいしょ。これ後ろは壁です。でロールバーはちゃんと入ってます。でこれはブレーキバランスですね。サイドブレーキがこうついてて、でなんとパワーステ付きで、スロットルはここからリンケージが後ろに伸びてるよと。すごいです。インタークーラーだからね。おインタークーラーですよ。これはまあほとんど冷えることは期待しない方がいい感じですね。窓閉めないと。あ、閉めないと。なんだ、なんだ。パンツ小さい。
パターン普通ですよね。練習なしで行くの？いやいやいや。最後サイド行かなきゃダメですからね。そう。今日一のあれでは真剣モード、真剣モードだね。あれ最後は違う。よし、最後に勝った人が勝ちなんです。違うか。難しすぎる。いや難しい。それだけで楽だろ。ありがとうございました。すんげえ加速ですねこれ。おおっ。いや面白い車が出る。ありがとうございました。いや難しいと思います。運転はどうだったのかとか、まあ、見てりゃ分かると思うんですが非常に難しかったです。でも面白いですよね。まあクローズドコースだけのお楽しみだと思うんですが愛です。はい、ちなみに、うん、負けました。何が？あれもう乗ってて津川さんうまいと思ったもん。よくこの車をあれだけ落ち着けて
走らせてんなって思いました。さすがです。